KGB の人たちが考えてると言ってるやってることが全然違うんですね。そういうエージェントですよね。もともとこの人が何兆万ドル持ってる人、お金持ってる人、うん、でまず そっちの人です。彼はそのパワーが欲しいですね。それは普通じゃない。それちょっとこ怖いもん。あの、まあ、北朝鮮と同じ感じですよね。で、そのパワーを持つために、そのお金を持つために、もう いろんなことやってる。なんでか、普通の一般のロシア人がお金がなくて、あのモスクワ、ペテルスブルク、お金持ちの人住んでるけど、うん、他のところにみんなそこギャラとか給料が小さくて、うん、で そこでプーチンさんだけ、あのそのガスすごくすごいですね。国ガスが売ってる。プーチンのあたりの人たちお金持ってるんです。彼はそういう政治家、そういうチーム選ん でその本当のいいデモクラチックの人たちを刑務所を取れてきたりとか、うん、私もに日本のニュース見てるです、うん、ウクライナでも日本人すごい感謝してる。あのそのポジションちゃんとみんな、あのいろいろ調べて心配してるって私感じてる、日本のニュース、うん、そのロシアのプロパガンダがすごく強いですよね。でその10年前からそのプーチンのプロパガンダ、例えば、うん、ロシアのテレビでずっとウクライナのことを悪く言ってる、うん、毎日ロシアのニュースで、うん、とかいろんなショーとかあって、うん、でウクライナのことを嘘を言ってる、たくさん、うん、悪いこと、でプーチンを褒めてる、いつもその状態のために、今のウクライナの状態のために、ちょっと怖くて、私の父さんどうなるか、インフォメーションサポートかとか、うん、と思う。例えば本物のニュースとか、ロシアのプロパガンダが大体全部嘘です。ちょっとしかない本物で、ロシアのプロパガンダ強いです。今のところまだあのその大きな戦争になってないですね。でならない、 I hope 守りに行くかもしれない。だってありえない、私の家、私の土地、私の、まあ、家族の、私の庭、私の町、もし誰か来たら、ありえない。私それ戦うですよね、多分。もしそういう場合になったら